ラフィの西山です。本日はシックス東京本社にお邪魔しております。お話をお伺いするのはアシックスジャパンの、笠松です。プロダクトマーケという部署に所属してまして、今は、テニスシューズの企画をやっております。ソリューションスピードの開発過程で一番特徴っていうのは、もともと海外の、選手の需要の中でも軽量モデルっていうのが出てきまして、ニーズがあるということですね。選手、だんだん何でしょうね、年代で多分ニーズが変わっていってると思うんですけど、我々、40、50とかなってくるとやっぱり重たくてしっかりしたのがいいっていう、なんかそういう感覚はあるんですけど、今の若い子たちは軽いのが全てっていう、軽いと自分のパフォーマンスを上げれるんじゃないかなっていう、そういう感覚を持っているんで、そういったものもあって、その海外の体格のかなり身長もあるっていうような選手としても意外とこう軽いモデルっていう、そういうニーズがあってで出来上がったものっていうのがあります。で、商品の名前のこうスピードっていうのがついてるがごとく、とにかくもう前向きで前に向かってこう速く走るっていうのがすごく特徴的で、さっきのレゾリューションっていうのは横に対して強いけど、こっちはもう方向転換してこう前向きからスタートして速く走るっていうのがコンセプトでできてますんで、そこがもう大きな違いですね。本来は当社が契約しているモンフィス選手をこのシューズの象徴としたかったんですけど、でもやっぱりあのレベルのプレイヤーってなってくると、横で踏ん張った時のこの安定感をやっぱり重要視するんで、結局履いてもらえてないっていうのが現実なんですね。レゾリューションにちょっと、はい、そうです、だけどヨーロッパのもうちょっとランクの下の方の選手なんかはもうみんなこれ履いてますね。そもそもモーフィスってこの辺の試合見ててあれですけど、そもそもが守りの選手なんですよね。あんな風貌であんなパフォーマンスばっかり出るからそのやけに攻撃的なのかと思ったら、そもそもが守る選手なんですよね。だから結局レゾリューション選んでるんですよね。それって企画だということです。ある意味選び方としてはこちらの人、一般的にこうテニスしてない人が見たらそういう部分映らないじゃないですか。やっぱりその海外で企画してる人とかっていうなると、あのパフォーマンス、あんだけ飛び跳ねてっていうところに注目して、じゃあ僕絶対もうモンフィスのイメージはこっちだっていう風な思い込みはすごく強いです。前に前にっていう意味がとかくこうサーブアンドボレーとかっていう感覚になるんじゃなく、そうきっとそうじゃないって、ストロークでも前へのストロークってことなんですよね。ベースラインに立ってても前に行くストロークというか、なんかどっちかっていうと多分錦織君なんかはこういうタイプになるんじゃないかなと思いますけどね、前に入っていってっていう、そういう意味合いではこちらの方が多分メリットあるんじゃないかなと思いますね。その中でこう安定感というか、いう部分も軽さを強調しつつも疲れてしまってもしょうがないっていう、その辺のこだわりもあるということですかね。その前に向けて早くこう動きやすいようにっていう部分で、さっきのレゾリューションがこうフラットやったのに対して完全にこうセパレートになっているところですね。こことここ、ここが2つにもう分かれてるっていうところですね。そっか、ここが違うんです。決定的な違い、セパレートとこのフラットなのとここえぐれてるっていうところですね。ランニングでもそうなんですけども、安定感出してこうペースをする人なんかはこういうフラットなソールを選ばれて、で速くスピードを出したいっていう人なんかはこういうセパレートのソールを選んで走るようになって、それともう理論的には同じですね。テニスでもスピードを出したいっていう部分で、要はここの中足部分にこの樹脂の、素材をこう入れることで、では足のアーチの部分と同じでスプリング効果でバネになってこう要は弾みやすい、
その反発性を使って速く走るっていう、前に向かって速くダッシュできるっていうところと、それからあの屈曲の溝の位置が、この場合はこの指先の方にあるってことですね、うん、あ、はいはいはい、こっちにはないですよね。ないですね、はい、それはこれはこう要は、必然的にまあ MP 関節と言われる部分で曲がるようにはなってて、最後蹴るときってやっぱりつま先で蹴っていく、うん、で蹴るときにここが曲がりやすくなることによって、最後この面で設置して床のこの反力を使うんですよね。そういうところを考えてるっていうのは、はい、ダッシュの効率性を上げるっていう、まあ、そういうための溝をここに入れるっていうのがあります。サーブ&ボレーなんかでもサーブって蹴っていくときにここがピタッと設置して、向こうはここのバネの部分とこの設置によって前にいけるっていう。なるほど。なんとなく気にしてなくても靴によって速くなったっていう。なるほど。靴によって速くなったと、はいはい、すごいですね、うん、かかとってこういうのとかなり特徴的な傾きというか、うんうんうん、こうでもなくこう傾いてますよね、はい、これはどういう意味が。この足の入り方ですね、うん、あの必ずこう内側の方でこうグッと踏ん張ってこう入っていく、あの、うん、走る時では外から入るじゃないですか、うん、だけどそうです、ね、ストロークでオープンで入っていくというのはこう入っていくので、そこに対してちょっとラウンドさせて、こっちが高くな、内側が高くなってるってことですか、はい、内側高いというよりもあの外側をこうどっちかというと、そうこれどっちかというと後ろにこうちょっとラウンドしてる、後ろにラウンドしてる、はい、斜めに切ってるけど後ろにこう傾斜をしてるっていう、うんうん、だからなんとなく視覚上はこっちが高くなってる、うん、見えますね、この屈曲の線があるがためにここが高いように見えるだけです、はい、そこにでも角がついてるんですね。こう入った時にここも屈曲があるんで、これでそこで曲がるんですか、はい、まあ、これもクッションにもなるし、うん、まあ、ここの蹴る時の面でこう捉えて力をっていうのと一緒で、うん、こっちは逆にこれで衝撃を吸収する、安定させるというと、うんうん、まあ、2つの意味があるというかね、こっち横が弱いわけではないですよ、うん、横もちゃんとここと同じようにサイドの部分で、ここのトラスティックですね、うん、ここまで伸びてることによってこう横で踏ん張った時に足がこっちに行かないようになってますし、うんうんうん、ここまで、はい、これがこことここに伸びてる、うんうん、でグッと踏ん張って止まった時のこの部分がやっぱりちゃんと止めてくれるので、うん、その必要な部分っていうのはちゃんと対応はしてるっていうところです、うんうんうん、アッパーについてはこのソリューションのこだわり、はい、アッパー、うん、あのこの素材っていうのが今かなり主流に、うん、テニスの中ではね主流にはなってきておりますけれども、まあ、当社が一番最初に使ってたわけでもなく、ただ使い方の部分ですね、こういうやっぱり伸びない素材っていう部分でよりこうフィット性っていうのを高める、で軽くしたい分こういうふうに抜いてメッシュとこう貼り合わせてるんですけども、ただこう伸びないことの効果を使って軽量性と、まあ、その安定性っていうのを両立してるっていうのはあります。であとはそのここで使ってたアッパーのこのフレクションフィットっていう部分もこちらに関しては肉厚にする部分と薄くしてる部分で、まあこの曲げっていう部分をやっぱりうまく使えるようにっていうのはやってます。はい、あともうこのよく破れる部分、この部分もこの素材をかなり肉厚にしてますんで、うんうん、はい、すり減ってなくなり
にくいようにっていうのはしてます、うんうん、まあ、全面使うことで、まあ、素材感を使ったまあデザイン性っていうのもやっぱりかなり大きいかなと思います、うんうんうん、だからまあこういう2色のね色使いっていうのは、うん、出せれるっていうところは非常に受けてきてる一つの要素かなとは思いますね、うんうんうん、そうですね、綺麗に見えますね。だからといって猫も杓子もそのこれっていうことでもないところが難しいところですね、はい、そうです。だからこの速さとスピードを重視するということはプレイヤー の、うん、筋力だったりとか、はい、パフォーマンスがある程度担保されてるのがある程度は条件だということにはなっていきますかね、うん、そうですね、まあ、ただでもある程度できてるもう経験者であれば靴によって速く走る前にダッシュはできるようには設計はされてます、はい、あとはどの場面でちゃんとそれを使うかどうかっていうところですね。そんなに前に行かない人がこれを履いてても、うん、もう全く宝物じゃないで もったいないだけですね。前に行かない、はい、そんな前に行かない実は拾いまくってる人だから、はい、そうです、もうシコラーと言われる、そうですね、はい、ということは持久力重視になるんで、はい、やっぱりこっちの方がっていうことなわけですよね、はい、なるべく持久力をこう保てるというか、うんうん、結局粘って粘ってっていう中でもその横の動きのロスがなければ、うん、長い時間を考えれば、動く距離時間っていうのは短くなってくるけど、うん、多分こっちを使ってたら軽い分楽なんだけどトータルのその距離とかっていうのは多分変わってくる。なるほど、はい、もう早く決めれると、はい、こっちの方がもう淡泊な人は早く決めたい、ミスを忘れて早く決めたいと、はい、いうスタイルも素晴らしいです、はい、今これがオールコートメンズモデルとレディースモデルとでオムニクレーヨーとでメンズモデルとレディースモデルという4つのラインです。